これリカさんにいただいたんだと思います。不動明王揉めてますね。ね、煩悩を悪い欲望を、焼き尽くす。まああのあれ見てるとわかるね。あの生中継しましたよね。ごまね、ね、ごまなんて見てたら、本当に見てたら、電気先生かっこいいなって言ったけど、かっこいいところがもう本当に見たら、はあ、しっかりやんなきゃって思うもん。人間ってそういうとこなんだよね。やっぱ宗教って何て言うかな、盲信するんではなくて、その客観的にそういういいものを取り入れていくっていうのは、これからのやっぱり思想的に必要なことだと思うよね。あの日本人って世界で一番信用されてないってわかる？これなぜかというと、そういうものに興味がないんだよね。だからね、宗教心がないというのは本当に信じる自分に軸がないということになるので、それが本当に海外の人から見たら信じられないと。要するに自分のポリシーがないということになるわけ。そのポリシーがない民族とは付き合えない、一番信用できないし付き合いきれないという、これはね、日本人気づいてないんだよね。あのね、いずれあのこれはやっぱりその戦前戦後のいろいろなね、その神道に統一するとか、そういうその宗教を排除したその教育をしてきたその結果になってるんだよ。ところがね、どっかの企業がね、無宗教を世界に売ることにして、その宗教無宗教の状態で世界に売ったら誰も相手してくれなかったと、世界的にね。で今グローバルなんて言ってんだよ。グローバルって英語じゃないから、そういう心の問題なんだよね。でやっぱり自分が持ってる、これは何でもいいんですよ。神様信じたって構わないし、その総長が言ってる密教、その、空海の教えでもいいし、あのブッダの教えでもいいわけだし、まあブッダの教えからずっと進化したものがあの密教ですからね、そういうものでも構わないわけで、そういうものをきちんとね、持ってる人じゃないと信用されない。もう今ね、世界に出ていくっていう時代じゃないの。世界と日本はもう日本というか、日本地球全体が島社会なんだよね。だから近いから距離ないでしょ、全然どこでもすぐに行けるでしょ。総長が1980年にアメリカ行ってきて、アメリカって別世界で、飛行機乗ってさ、インターネットも何もまだ普及してないって時々ならね、だから飛行機乗って別世界に行くイメージよ。だからアメリカ行くだけによって、もう軽くアメリカ知らない人まで言われる、アメリカ行ってきたなんて大騒ぎするぐらい別世界。ところが今はさ、どこなんてすぐ行けるやん、どこ行ったって普通やんね。だからそういう社会に何が必要かって言ったら、やっぱりそういう自分のポリシーを持ってるものをちゃんとね、日本人はね、世界に向けてこういうもんで、今小学生、これいいことですよね。とってもね、あの宗教に興味を持てということではなく、そういうところに偏見を持っちゃいけないということで、逆に言うと それがね、僕はだから日本ではまだまだ全然その親の世代がやはりいろいろな事件もあったし、カルトの集団の流行りがあって、その多くの人がね、バカなことがあったじゃない。そういうものがあるおかげでそういうものができちゃったんだとは思いますが、ただその元にはやはりその教育なんだよね。戦前戦後のその、先ほど言ったようなね、教育、宗教は興味を持って、なんで各自でやってくださいみたいな感じだったんだよ、イメージで言うと。今もそうやん。だからいつの間にか宗教っていう一番大切な宗教の時代、その大切な時間というのがなくなって、なんか変な道徳みたいになってて、でなんかどうでもいいね、なんちゅうかな、上辺のね、人を助けようみたいな、心から思ってないような道徳が始まっちゃってさ、そういう、まあ、これは日本の悪いところをちょっと言ってる。世界的に見てグローバルで なるんであれば、やっぱりそういう心、次に歴史だよ、日本史、日本の歴史だよね。
世界史やるんだよ今。世界の前に自国のことを知らなかったらどうにもならないっていつも言ってるけど、本当ね。でそれでなんか小学生英語の授業でなんかやるって、その前に国語やれよめちゃくちゃなんだよ本当にね。めちゃくちゃみたいな感じの世界に皆さんはね生きてるんですよ。だから正しい本質を見る、今日の空海の言葉じゃないけどね、本質をちゃんとね捉えた考え方をしていかなきゃいけない。こういう放送を聞いてね、ちょっと口は悪いけどね、そう興味が一体どのぐらいの数がね、たくさんね、ちょっと後で 本があるので、こうバーッとこうね、それぞれにねいろいろな意味があるね。で空海はね、いろいろなその仏像は仏像でただの仏像なのよ。わかるかな、仏像はただの仏像なのよ。でそれに御利益があるわけでも何でもないの。それに意味を持たせることによって皆さんに、なんか例えばね困った時、安全になんか心配事があるから安全に暮らしたいなって言えば、その安全に暮らせるようなその仏像の前に行って、で、自分がね安全であることを祈る、ね、そんな感じだから、それをねまあへえそんなの嘘じゃんって思う人はそれまでなの。でもそれをそう思ってね、例えばもう試験でね、よくほら総長よく言うじゃない、合格祈願って、祈願ってとても大切で、昔からその形を出すのが嫌だったらクリスタルという形を持たせてるんだけども、総長もね大学、院に入って、でそういうことを専門的にやるようになったので、こう言えるね、おぴらに言えるようになりましたけども、こうねそういうものを一個一個に意味を持たせてるものに対して、それを自分のものに取り入れる、ね、これ決して宗教の勧誘じゃないんですよ、勧誘じゃないんですよ、そうじゃなくて、そう思ってる人は本当にそれでいいわけよ。それがすごく自分に効くわけだからね、はい、思わない人は何もないわけだから、だから無宗教って言ってる人は何にもないわけ、だから誰にも信用されないということになってきて、で自分の中にも軸がない、何を信じていいか分からない。もう西洋人と日本人の大きな違いというのは、もう西洋人はもう完全に自分の中に神様がいるわけで、誰でもいますよね、もう生まれた時からね。でまあもちろんそのイスラム教でもキリスト教でも何でもいいんですけれども、そういうものに対して、要するに縦の関係で、要するに神様ですからね、そういう芯があるので、曲がった行動を、しないという、自分に対してその考え方がはっきりしているというね。で日本人も素晴らしいものがあるのに、そういうものを見ないで、そんなの嘘だみたいな感じでね、いや嘘ですよ、こんな仏像を見たって、仏像が何かのこう本当にこれが動き出してさするわけない、自分が動かなきゃっていうことだよね。自分が即身成仏はそこら辺から行くんだけども、要するに仏像っていうのは、これは昔のエリート、昔のスーパーマン、昔のなんつうの、今でいうかっこいい人たちなわけよ。野球やんだったら大谷翔平だし、テニスやんだったら錦織圭だし、というふうなこと、はい、彼らはなんですよ。要するに昔はそういうのがないから、その仏像のその格好ね、でも全てを表してるよね。有名な彫刻家が仏師がね作ったようなね、はい、すごく残ってるものだけでもね、すごいでしょ。こんなんて見たらさ、これよく見たら本当にすごいだと思いますよね、これね、これね、え下これ踏みつぶしてんだ、これ下、これ邪気じゃない、人じゃねえの、これね、悪いやつは踏みつぶしてんだ、これね、えこれを当時の人が見たらさね、自分の心を戒めるよね、きっとね。要するにそういう心があったわけだよね。日本人は親切ランキングで世界最下位なのも、信じるものがないと関係してます、ありますね。それはあると思いますよ。やはり信じるものがないというよりも、やはりその
こういうものの中には自分と同じに他人を大切にするっていうね、ものも入るわけですよ。まずは空海は自分なんですよ。自利なんですね。でその次は利他なんですね。だから自分ができることに対して他人に提供するというとても分かりやすいことですね。で自分を差し置いて他人に、優しくしなさいってこれ無理ですね。皆さん自分が可愛いですから当たり前です。人間でしたらね、これは生存本能があるわけであって、でそこのところをね、まずは自分を満たしなさいと、そしてそれで、余ったものを分けなさいということ。よく ある昔ね、隣のおばちゃんが、あこれ煮物作りすぎちゃったから、食べないって持ってきてくれた。そういうあれです、あれです、はい。自分で独り占めしないで、その余ったものを、周りにあげるっていう、このイメージです。で、または自分が人よりも、なんかこう、長けてるものがあるね。なんかこう、物作らせたら、こう、最高だったものを作ってあげるとかね。そういうなんか自分にできること、例えば自分はこれもう顔が広くて誰とでも知ってると、人を紹介してあげるとかね、そういう 人それぞれのものってあるでしょ。で基本的にそのよくそのジーリリータというそのものありますけれども、やはりその自分の世界に入ってしまうっていうのはこれは自分に、信じるものない、なので人に優しくしない、キリスト教で隣人愛ですよね。そういう、ことを考えすらしないということにつながってきます、はい。あ、1位アメリカなんですか。あーなるほどね、はい。はい、ただね、外国の方が例えば今外国人ところあるでしょ、優しいよね、心から優しいよね。僕はインドに行った時も感じましたけどもね、顔は冷たいけども顔面率90あ何パーセント、必ず顔面ギッと見られるけども優しいよ、うん。だって相手に対してね、なんかしてあげる、例えばね、すごいんだよ、あれリンゴ食いたいかなんか言ったんだよね、リンゴ食いたかったんだよなんか、でリンゴがどっかにこう置いてあったんだよね、なんかわからないんだけど、そうレストランね、でリンゴありますかって聞いた、リンゴない、リンゴないね、そして10分後にはリンゴ出てくるんですよ。でそれってたまたまかなと思って日本でもやったんですよ。でこちらの日本人ってチャパティナンしか食わないじゃない、ナンってね向こうの人あんま食べない、日本ナンはすごく高級なんだけど発酵してるね、それ発酵しないフライパンで作るチャパティとなんだよ。でカレー屋さんに行って、チャパティあるって聞くとない、それはできない、準備ができてないんですよね、きっとね。チャパティは簡単にできないんだけどね。で、10分後にはチャパティ出てくるんですよ。できないと言ってんだけども、なんとかこうしてあげようという気持ちがあるのね。まあ、食い物の話ではばっかりで悪いんだけど、なんかね、こう違うね。で、日本人って口だけじゃん。で、僕はすごく嫌いなんだけど、口だけだったら言わない方がいいよ。と思うのよ。だから僕よく冷たいって言われるんだけども、自分にできないことは言わない方がいいんだよ。これってとても大切なことだと思うんだよね。なんでみんな自分にできないことをできるとかこうやって、それで自分のがすごく困っちゃってたりね、悩んでたりする人もいる。考え直さなきゃいけないんじゃないかと思うんだよね。で僕はまだそんなこと思ってて、空海の教えとか知らない。で空海はね、僕がそうやったことをすごくこう、あ、よかったんだと思って。うん。まさしくその腑に落ちるようなね、そのすごく今の時代に合ってるっていうか、はい。でアメリカってさ、1位と言ってるのは、まあ、アメリカって宗教国家ですね、完全にね、もう完全にキリスト教国家でしょ。で要するにその隣人愛があるわけだって、要するに形だけでも、形だけでもっていうわけじゃなくて、それが癖になってるわけだよね、まあ、本心でやってるかどうかは別として、はい。でアメリカ人宗教国家なんで、アメリカ人全体がやはりそのボランティアが好きなところが、ボランティアが根付いてない日本でボランティアっていうとね、迷惑になっちゃうんで、ボランティアがな、これは皆さんもあれですよね。だから わざわざさ出向いていくことがいいことだと思っちゃって、それ形でしょ。だから日本人は形、その日本の形の世界ので社会ですから、その形の社会にそのいきなりそのボランティアというあれは合わない、取り入れられない、その辺はちゃんと教育していかないといけないよね。
教育はもうあの空海の、あの密教 の、 あの教育をすればいいわけですよ。絶対今から密教があの必要だと思いますね、はい、あのやはりその、全てを取り入れる、全てを認めながら自分ができることを他人に提供していく。あのどちらかというと宗教って今あれでしょ、自分は正しいから他はダメだっていう世界じゃない。これはあの他に目をのね、宗教というのは特殊、その自分の何宗教あのあれにこう信者を増やすためにあの目をくれないように、他はダメだなんて言うじゃない。あれっておかしいよね。そこを空海言わないんだよ。空海だから、空海のところには神社もあるし多宗教いっぱいあるし関係ない、何でもいいよと。密教はだから全ての仏像入ってるし海外のものも入ってるし、とんでもなくオープンなんですよ。なぜかというとやっぱ空海次元が高いね。あの行き着くところ一緒じゃん。人が幸せになって、ね、苦しい思いから立ち直ればいいわけだって。多宗教をディスることは、あと宗教論あの必ず殺し合いやってるじゃないですか海外でも。そのね、そういうことってよく考えて、あれって臨時愛のキリスト教とか、あの他人あの人の幸せを願う人たちがやってることなんですよ。おかしくないね、殺し合ったり何々派とか何々教とか、おかしな話だよね。目的は一緒なのに喧嘩して殺し合ってるんですよ。それに加えて空海の宣伝ばっかりしてるけど、宣伝というよりもそんな素晴らしい人が日本のね鎌倉仏教の前にいたわけですよ、空海っていう。だから今もこうやってね、ずっと未だにね多くの人が当時に言って、あのすごかったね人ね、ああいうこう根付いてるわけですよね。決して他をディスらない、全部 OK だと、ね、そして皆さん自分のやり方で幸せを願いましょうと、そういうこと言ってるわけだよ。ただその空海の教えの中には、そのまずはそのやはりあの自利利他の話でも、まずは自利だよ、自分が食えなきゃいけない、お腹が空いてる人が他人に教えることはできないということなんだよね。だけども日本の考え方違くないですか。自分の食わなきゃならないものを人にあげるみたいな、これってちょっと間違ってるのね。だからほら、ほら川で溺れてる子ね、川で溺れてる子、こう助けたいって気持ちは分かるけど、待てよと、泳げないあなたが飛び込んだらもっと大変なことになるよと。後の人はまずあなたは 何ができる、何ができる、人を呼べでしょ、人を呼んで泳げる人を連れてくる、その誘導人になればいいわけだ、ね、なんで見てて助けないんだなんて言うやついるかもしれないけど、それは間違ってますよ。泳げない人が助けたら、自信がない人が助けたら、二人溺れて被害が倍になるだけだ。そんなことですよね。もう分かってることなんだけど、なんか知んないこう変な考えがあるよ。なんでこんな話だっただけ。はい、僕はあの密教の勧誘してるんじゃなくて、密教はこんなに素晴らしいものだということを言ってる。勧誘と勧誘も何もないです。だって僕がその、どうだこうだの真言宗のあれしてるわけじゃないわけであって、そんなことじゃなくて、僕は研究家としてその密教の優位性をね、やはり最終進化系ですよね、いろんなことが考えられてる、それを言ってるだけで、僕これからいろんなあの密教の話、空海の話、いろんな話をしてきますけれども、勘違いさせてほしくないことは、そういうことなんですよ。はい、だから僕は決して何々他がね、ダメだとか日蓮がダメだとかね、浄土がダメだとかそんなこと言わない。ああ逆にその人たちは何がダメだかにだって言う前に、
目的一緒なんだから一緒にやりましょうよって感じになりますよね、はい、と思うんだけどね。空海の、思想っていうのはそういうとこなんですよ。だからこそもういろんなものがごちゃ混ぜになっててすごいですよ。でもみんなだから、その後のずっとね、歴代の、将軍とかそういう人たちはみんなあそこの奥の院にお墓があるのね。あの戦国武将有名なところも、あとは徳川とかもう全部はいろんなもういろんなお墓がありますよ。空海のそばにいたいというその願いなんだね、はい、そういう、もの、まあそこはでもお墓と感じしませんね。もう、行ってきましたけどね。そうじゃ入学式もあそこ行くんです入学式行ったらその足で奥の院に行くんですよ。前回配信しました途中までね。すごく神聖な場所なんですね。まあそんな話が、ちょっと飛びましたけれども、はい、密教というのはそういうものだということをね覚えててほしいなと思います、はい、なのでこの小学生はね今からねやっぱり小学生の学生のみんなはそういうものに戻っていくの思想をちゃんとね、ずっと続いてる思想にも戻していくっていうのはとても大切、はい、技術革新が進むにつれて思想をバックさせなきゃいけないという、ね、ことなんですね。いいですね。まずあの仏像とかねそういうものにね興味を持ってかっこいいなとかね、あこれはこういう意味があるんだって調べるといいと思いますよ。一個一個ね意味があって手がいっぱいついてるのはなぜかな。そうだね、これは手が日本じゃ足りないから六本にしてみんなを救おうって意味ですよね。そういうようなことを一個一個にねちゃんとしたね意味があるね。はい、そういうのも面白いですね。自由研究なんかでもやってみるといいかもしれないですね。